何やってんだろうね。ほんとバカだよね。なんでもない。帰る。バイ。正午。
っと冷めちゃったかな。ありがとう。これ借りてもいいの？でもグラスで熱いもの飲むのちょっと辛そうだね。今度カップ買おうね。お揃いの2つがいいな。あ、これね、味が違うの。あんこと、なんとカレー。はい、どうぞ。翔吾くんってあんこ平気だった？カレーを嫌いな男の人っていないと思うけど、あんこはな。おしるこは？ほんと？羊羹もおはぎもいける口ですか？これ何？
翔吾くん、私翔吾くんのちゃんとした彼女じゃないから、だからそうしてもらうまではここで待つよ。大丈夫、あたし待ってる。向かっていくのはまるっきりダメだけど、待ってることなら得意だから。ずっと待ってる、ずっと待ってるから。だから戻ってきてね。それ受け取ったらさようなら、そういうこと？いいじゃん、最後くらい優しくしてくれたって。私って頭いいから何でも人より早くできるよ。自分の指には結べないでしょ。
なんだかみっともない蝶々ね。それじゃヨタヨタして飛べないんじゃない？私って頭いいから蝶結びも他の誰よりも早く覚えたよ。覚えてる。嬉しくって幼稚園でみんなにやって見せて回ったんだ。子供にとってはかなり難しいよね。できた子もいたと思うけど、ほとんどの子ができなかったよな。だから余計私得意になってる。そういう挑発に乗せられやすい子がいてさ、何度も何度もその子の指に蝶々を作ってみせた。結局その子最後まで私の指に結べなかったけど、勝負が蝶結びを覚えたのは小学校に上がってからだ。クリスマスの飾りにちょうどいいね。